まだ目も開いていないコツメカワウソの赤ちゃん。この2匹を今年9月、タイから日本に無許可で輸入しようとした関税法違反の疑いで、堺市の自営業松井博之容疑者が昨日逮捕されました。この手のひらサイズの箱の中に生後間もないコツメカワウソが2匹入っていたということです。警察によると、コツメカワウソ2匹は紙箱に入れられた上でスーツケースに隠されていたということです。松井容疑者は、密輸しようとしたのはコツメカワウソではなくフェレットですと容疑を否認しています。ここ数年ペットとしても人気のコツメカワウソですが、うちの背景には少なからずこうしたペットとして求めるという、人が増えているっていうことは影響としてあると思います。絶滅の恐れがあるコツメカワウソは、昨日からワシントン条約で商業目的での国際取引が原則禁止となり、日本でも国に登録されたコツメカワウソ以外は売買や譲り渡しができなくなりました。密輸が相次ぐ中、規制が防止策になるのか注目されます。